です。こちらの本ですね。いかにして私は12歳年下の女性の心を盗んだのかって本ですけど、一途なアピールは自分自身のヤスリだって話で、必死にアプローチしても男性は僕は君だけを見ていますと言って一途アピールを一流の女性にやってしまいがちである。好きな女性に一途な男性というのは聞こえはいいフレーズであるが、むしろ恋愛政治で遠ざけてしまう危険な恋愛思考という認識でいた方がいい。その理由は実にシンプルで、女性が自分だけを見て、私だけを見てほしいと望む相手は自分が愛しているそういう彼氏や夫だからで、すなわち付き合う前の男性に対してそんな一途なところを女性は求めていないのである。一途アピールの問題点はそれだけではない。付き合う前の男性が行う一途アピールには説得力が存在しないといった欠点もあるからだ。女性の立場からすると、私のことを何も知らないのに一生愛せるなんてどうして断言できるのと不思議そうに思えてしまう。つまり付き合ってもいない男性から一途アピールは女性を納得させるだけの説得力が存在しないのだ。実際問題、付き合う前は君がやることなら何でも許せとアピールしても、交際してから我慢できないというところが続出して喧嘩、彼女との喧嘩が与えないケースは珍しくない。また大恋愛の際に付き合ったカップルが咀嚼の音がうるさいからという神経の理由で別れてしまうこともある。結局のところ男女の恋愛関係は2人が結ばれてからが本番なの。どんなにコミュニケーションを重ねて親密度を深めていっても交際前の関係は交際後の関係には及ばない。だから付き合う前の段階で一途アピールしてもそれは今だから言える綺麗事なんだと受け取られるだけで、恋愛進展上何の意味も効果も示さないんだ。そしてここからが核心なので、さらに語気を強めてお伝えする。女性は一途アピールしてくる男性に存在価値を感じない。だからこそあなた自身は一流の女性以外にもとコミュニケーションをとって意識を分散させておく必要があるんじゃないかなって思うんで、まあ、こんな本を読んでね考えてみましょうね。それでは。